さんこんにちは、アリちゃんです。開発の浜です。今日は、10月7日発売になります、はい、このタイムボカン逆襲の3悪人の主役メカ2台、うんうん、メカブトンとクワガタン、これを紹介していきます。はい、浜さん、このおもちゃの特徴ってどんな感じなんですか？背中のこのボカンマーク、うん、これを押してみてごらん、はい、これよく聞くやつですね。アニメのセリフと同じセリフを喋ってくれるんだ、しかもちゃんとこうコックピットの光る、ね、光ってましたね、うん、もう一回押してごらん。今度はメカブトの飛行、起こすとそのまま攻撃だね。アニメと同じようなセリフ音声が入ってるんだ、すごい。もちろんこの2台ともロボモードに変形するよ。見たい。じゃーん、変形しました。メカブトンのロボモードです。こっちがクワガッタンのロボモードです。2つともかっこいいですね、もしかして。またさっきと音声変わりましたね。ちゃんとロボモードの声に変わってるね、こっちはね、なんと大回転、すごい。おクワガッタンの必殺技は大回転切りを再現しちゃうんだ、すごいでしょ、すごい、いいですね。実はこの2台合体しちゃうんです。合体ですか？なんかすごいの見ましたけど、これがボカンドラゴンです。すごいすごいと電動走行してるね。しかもね、このボカンドラゴン、この豪華布団が乗っちゃうんです。そう、じゃあこの、豪華布団、このドラゴンに乗せちゃいます。このね、背中のこのブースターを外します。で、これがこのロボモードの足の裏に刺さります。これがライドモードのジョイントパーツになります。このドラゴンの後ろ側にこんな大きいのが、そう、乗せると、よし、じゃーん、これがボカンドラゴンライドモード。大きい。よし、じゃあ走らせてみるよ。これ走るんですか？じゃーん、すごいでしょ、この迫力。すごい。アンドと同じようにボカンドラゴンがボカンと乗って走ります。はい、この最強の3体合体をできるこのタイムボカンのボカンメカシリーズ、10月7日発売、メカブトンとクワガッタン4000円発売です。みんなよろしくね、合体して遊んでください。ぜひぜひチェックしてみてくださいね、それではさようなら、バイバイ。